んこんにちは、高園あずさです。はい、今日はクローゼットをお見せしていただこうかなと思って、吉田玲香さんこと玲社のお家にお邪魔してます。どうも。インスタグラムとかを見てる方とかは本当に素敵なお家っていうのを知ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、まあ、服のねお仕事をされてるってことで、クローゼットどんな感じっていうね。はいはい、やりましょう。見せましょう。なんかね、私もね、何回もここのお家来てるんだけど、クローゼットはやっぱ見たことがなくって、そうね。うん。なんで今日はちょっと皆さんも気になるところかなと思うんで、見せていただこうかなと思います。はい。はい、じゃあ早速お願いします。クローゼットは、ここか。そう、寝室に、もともとこの寝室にこのクローゼットがついてて、結構広くて、ではい、見せていただきたいと思います。見せするとですね、まあこういう感じですよ。ここからここまでが旦那さんの、待って、思ったより結構あったんだけど。そうだよね、うん、私のゾーンはここが白ゾーン、うん、白多いから私、うんうんうん、白い個こっちにしてて、あとはもう色別、一応グラデーションな感じで、でもさ、黒が最後じゃなくて、あ、そう、黒がここなんや。そう、それはね、最近結構多分黒を着る機会が多くなってきたから、基本的に、だから割と取りやすい場所にしてる。なるほどね。なんで色別にしてんの？で、なんか見た目も綺麗やし、うん、で、私もでも、ね、それが多い。私の食器棚も全部色別やし、確かに確かに、収納のポイントとしては、トゥデイフルの店も色別のラックやし、綺麗からかな。そうだよね。なんていうの、どこに何があるか分かりやすい。ワントーンコーデがすごい組みやすい。すごいやっぱね、こういうのして、なんか羽織ろうかな、白いシャツみたいな、これがぐちゃっとふわーってかけると、白のあれは着たいけど、白をいっぱい取り出さないとあかん気がするから、なんか私のお家も色別にしてて、けど私はトップス、ボトムス、長い丈っていうのを分けた上でのグラデーションにしてんの、でもそれは全部一緒、色別っていうだけの括りで、そう、一緒。私はもう畳んだりしひんから。畳まないんだって、ポイントかもね。2つ目のポイントえ、ちょいちょいダサいちょいちょいダサい、イエーイ。畳んでしまったら、キーヒングなるから、私の場合、その畳んでるのを出して、まずそこに畳んでしまうのが億劫で、だから全部かけ。なるほどね。なんか基本やっぱお客さんとかにニットって伸びるから、かけを推奨しひんや、畳で保管してくださいって言うけど、私はもうそれで畳んだら着なくなる方が私的には NG やから、こういうのとかも普通にかけちゃうっていうかけちゃうタイプ。そう、まあ、自己責任っていうことですから。そうね。あ、でもこれが一応春夏、春夏か。じゃあ毎回シーズンことに衣替えをする。する、でやっぱ服のお仕事してるから、毎年さ、いろんなお洋服作ると思うけど、どんくらいのペースで変わる、今まであるものと新調するものって、結構ね、ずっとあるも半分ぐらいじゃん、6割がずっと今まである。そうか、いや、6、7割かも6、7割いや違う、6.6割6.5割ここら辺は何が入ってんの？インナー？インナー系の、まあキャミがここは入って、ここは靴下しかもね、見せるほどでもない、はい、靴下とか、なんかあのさ、着圧スパッツとか、で、ここはなんだ、ハンガーよね。ああ、なるほどね。でもハンガーもさ、すごいこだわりなんじゃないか。あ、そうね。あ、3つ目のこだわり。あ、3つ目のこだわり出ました大事、ママハンガーでした。やらへんのかいっていうね。あ、すごい、すいません全部ママハンガー、もう全ママ全ママです。全ママ、もうこれが絶対いい。でもこれに、まあ、滑らないし、全部統一してる。薄い、うんうん、薄いから、多分普通のハンガーやったら、これにかけたらもっとギュッてなっちゃうと思う、服が。だから、まあ、ハンガーはそんな買い替えるもんじゃないから、もう絶対的にこれをおすすめする。はい、ここは、ここは、あ、ここデニム、
デニムは、少な私今デニム3本やわ。そうなん、もう極限まで減らしてない、うん、そうやね、デニム着る機会が前より減ったからね。いつか履くかもっていうの取っとくのはないんや。この3本も取っといてる。あー、うん、取っておいて取って3本。なるほどね。今履くのはこのもうノンウォッシュの1本が気分やけど、うん、一応これらは好きやから取っといてこれ。それ以外のはね、まあ、友達にあげたりフリマに出したりしてる、うんうん。大体このぐらいってことは定期的にそのフリマだったりとかそういう友達にあげたりとかって自分なりに整理をする機会が多い。定期的にやってるんやろね。うんうん。だってなんか、まあ、衣替えの時にすごい整ってるもんね。やっぱどれも今好きな服ってことやもんね。そう、好きな服、うんうん、でももうすごい古着とか、うん、私好きやから、うん、まああるのとほとんどトゥデイフルと古着がほぼなんやけど、古着とかやっぱ一点もんやから長く置いてる、うん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 、もう手放したら出会えないかもしれないから。そうだね。なんかやっぱり服のブランドのディレクターさんだからみんなすっごい服持ってんじゃないかなっていうイメージあると思うけど、私もそのイメージあったけど、うん、どの服も多分すごい好きなんやろうなっていうのが見ててなんかわかるかも。すごい綺麗に整ってるし、やっぱかけてると綺麗に保管できる気がする、うん、畳むとやっぱシワが気になってさ、そのシワをさ、うん、着るときに伸ばすのがめんどくさくてやっぱいいやってなったりするけど、こうしてるとヒュッてヒュッて着るだけだから。ちなみにこれはこれはね、ちょっとわずらしく置いてる方向剤じゃないよね。違います、あの毛玉取りです。あー、毛玉取り、すごいコンパクト、なんかコロンとしたフォルムが可愛いね。いいよねこれ、うん、バッグも基本色、すごい整ってるね。なんかもっとそれも多いと思った。ちょっとあれね、掃除したよね。掃除したよなするよね、全然してるね絶対するよね。小山田さんでもしたと思う。したと、私もしたさすがに細かいバッグとかないの？結構ちっちゃいバッグ持ってるイメージある。ちっちゃいバッグはここに入ってる。なるほどね。それはぐちゃぐちゃやわ、掃除しなかった。ごめん、聞かれると思ってなかったよね。ちっちゃいバッグはここのコーナーにこういう棚に入っていたり、うんうん、ここもやな、これもスカーフ、スカーフ。でもこれもめっちゃ見やすいね、こうやって入れてるから。スカーフをカゴに入れてたりします。うんうん、バッグ色違いで持ってたりとかするのあった。白黒、これもほんまに5年ぐらいずっと愛用してる。私もういっぱい持たなくていいから、うん、お気に入りを長く気に入ったやつだけ使いたいねんな。なんかこれとかもめっちゃ珍しくない？初めて使ってる。これいいでしょ。いや、うん、これまだ1回も使ってない。お広めやで、このバッグめっちゃ可愛い。旅行バッグですね。すごい可愛い。バーキンじゃなくてオータクロアっていう名前なんですよ。うん、バーキンよりちょっと縦長の。奮発しましたね。最近の奮発ものですね。これはヴィンテージじゃなくて、ヴィンテージ。あ、ヴィンテージ、うん、こういうの出会ったんや。出会ったんですよ。見たことない。これ結構 3,4 年前からいいなと思って探してて、最近見つけた。うん、楽天で。楽天すごい。なんか旅行行く時とかにちょっとラフに持ってちょっとカッコつけてやろうと思ってます。かわいい。で、アクセも色別です。はい、でここがシルバーのジュエリーと、うんうんうん、こっちがゴールドなんです。はい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 。なんかすごいこの全体の感じめっちゃ可愛くない？紺とアクセがこのミックスされてる感じは確かにね。ね、なんか独特というか。そうかも。こういう器とかはどこで？もともとでもこれお皿として売ってある、ね、あ、そうそう、多分お皿として売ってた、うんうん、お皿とか器をこうやってジュエリーを着て、うん、昨日これと同じやつにアズが持ってきたキンパー持ってた。あれね、うん、あれ。こういうのがなかなかなくない？指輪置きみたいな。パッて見つけた時に買うことをおすすめする、うんうん、そしたら多分収納とかもしやすくなって、うん、平に全部並べるよりはミリハリも出まして、うん、高さもね。そう、
見せる収納的な要素かな。いやでもそれ思った、なんかやっぱり収納がすごい上手な人とかさ、なんかよく YouTube とかで見るけど、こうなんか小分けのボックス買ってとか、うん、なんか開けても全てこういうニトリのとかっていうより、レイシャの収納ってやっぱ見せる収納だなって思ってて、その見え感がすごい綺麗じゃん。どうもこういうのも全部自分が好きな器とかをコーディネートして、そう、ここの上に直接アクセをバーって置いてもいいねんけど、やっぱこういうのをちょっと一個下にかますと、うん、雰囲気出る、うんうん、これはすごい特徴的じゃない、この収納というか見せ収納方法は。確かにこれはね、まあ、多分花瓶なんですよ、うん、でもこれプラスチックだからね、これ花瓶で、これもヴィンテージショップですごいお手頃で買って、まあブレスをここにギャンってかけてる、ほぼヴィンテージやね、うん、でもで帽子がここにかかってる。これ何でかけてんの？これね、あの S 字フックでかけてます。うーん、ガミのところに S 字フックかけて、待って待って待って、帽子から S 字出てる。これは出ちゃったパターン。出た違う違う、出してる。出してんの？出してるっていうことにしたい。セーフでした。ピューってなじませたらセーフやから。こうしてね。かわいい。あら。あら、マダム。素敵ですね、言うて。この S 字はね、無印。ここにかけれるかもって思って、かけたらいい感じにかかったから。これは2色、お気に入りのお揃いで。お揃いな。そうなんです。お揃いでもかけれんかったからこう乗っけちゃおうと思って、うんうんうん、欲しがる。これ毎回コメント求めちゃうやつやないんかい。コメントないんかい。ちょっと欲しがりました。可愛いのコメントお持ちしてますじゃあ靴、靴は、はい、ここで靴ももちろん、色別です。まあ黒い靴は履くことが多いんだけど、うん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 、履く回数少ないやつ一番上で、うんうん、こんな感じですね。ね、一応ここにあまり使ってない部屋があって、うん、ゲストルームって言ってるんやけど、うん、そこに娘の、こっちは子供の服か。そう。襖みたいな物置があってんけど、そこに一応この突っ張り棒をつけて、うんうんうん、これもなんかちょっと C で布を出したら、はいはいはい、ちょっと小増しに使えるようにしてる、まあ、娘のももう色別。そうよね、わかりやすい、わかりやすい。これさ、こんなちっちゃいサイズあんの？そうなんよ。そう、ここもやっぱりママが大好きなので、キッズママで調べて、かわいい、めっちゃかわいい。この突っ張り棒もなんかちょっとおしゃれじゃん。そうね、ちょっとおしゃれ突っ張り棒。こういうの探すときいつもなんて調べてんの？おしゃれって入れんの？突っ張り棒、おしゃれ、スペースおしゃれとかスペースシンプル、うん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 、絶対使わなさそうな季節物をこのカゴに直してる。うん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 、ひばり小物かわいい。なんかこれとかすごいディスプレイっぽいじゃん、お店の。こっちは、こっちはそのここのクローゼットが開いてて、うん、冬物とかを一応しまってる、うん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 、なるほど。こっちがシーズンオフのもの。そう、うん、ほんでまた秋冬になったらこのコートを向こうに持って行って春夏物をここにしまう。秋冬物も全部マーハンガーでそのままかけとくんだ。そう、移動するだけだ。あるからね、こう移動だけ、うんうん、楽。